その話をここではするな。どっちだよって。適応能力が高い人間がそれができるよっていう。Ladies and gentlemen, welcome to North Village. Please welcome the legendary rockstar in Japan.Who's had the most singles CD ranking in Oricon's top 10 male singers chart? An actor who'd won Best Actor in Japan's Academy Awards. One of Japan's top influencers. Best-selling author of North Village. Known here in Japan as Mr. Perfect. Here is Gaka!マルタ滞在最終日になっちゃいました。なんで遠泊するって言ってたじゃん。言ってましたっけ言ってましたっけいやでも来たいな、もう一回。なんか帰りたくない。なんかエラーハマってるね。めっちゃハマりましたね。まあ、僕はここからまたみんなが帰った後にちょっと物件周りをまたですか、またですか、はい、はい、してちょっといやいろいろ調べてみようかなと。ちゃんとあの足もゲットしましたしね。足足ゲットしたじゃないですか。足その話をここではするな。もう二度と乗らないぞ。来る前とかコロナとかの状況を含めどんな感じになってんのかなと思ったんですけど、街全員マスクしないで外出たら3万円ぐらいっていうんで、それ結構徹底されてるじゃないですか、うん、なんかマスクの文化としてはなんかもともと日本の方が有利だと思うんですけど、実際はこっちの人の方が徹底していて、やっぱりね、うん、まず思うのは感染者を増やさないっていうことを目的にするんであれば、うん、法律で定めるべきだと思うし、うんうん、日本人よりもねはるかにヨーロッパ人の方がマスクをする文化なんかないわけで。そうですよね。そのヨーロッパ人がここまで徹底してやってる結果、マルタの感染者数ってめちゃくちゃ少ない、はい、人数が、うん、で日本はっていう と都内で500人増えたで国内で2000人増えたとかっていうことやってるじゃん、はい、でこれは僕が思うことなんだけど、どっちに行きたいのっていう話で、うんうん、感染させたいのか、うん、させたくないのか、うんうん、っていう話だと思うんだけどね、はい、その感染させたくないんだったら感染しないように対策を取るべきであって、その対策っていうのは感染はさせたくないけれども経済は回したい、うん、っていうんであれば外に出る時のマスクだったりとか、その感染しないためのルール決めっていうのはもっと徹底してやるべきだし、はい、うん、罰則含めそう、うん、だって罰則がないからそもそも守らないわけで、うんうん、守らなくてもいいっていう、はい、任意なわけだから、うんうん、そんなこと言ってるから感染広がるんですよって、うんうん、例えばね、そのすごく疑問なのはGoTo Eat だったりとか GoTo トラベルとかいろいろやってるけれども、うん、例えば新宿のホストだったりとか夜のお店に対しては営業するなっていきなり言ったり、うん、その代わり地方の飲食店には行けって言ったり、うん、どっちそうですね、何がしたいのって、うんうん、今新宿死んでるよ。そうですね、街が、うん、経済を戻したいなら戻す方向を第一優先に考えてやらなきゃいけないし、それに対しての対応も含めて同時に考えなきゃいけないけども、ある一方では営業すんな、ある一方では外に行くな、ある一方で政府は政府で旅行に行け、飲食店に行け、どっちだよって頭の固い大人たちが対応が悪いっていうよりも適応能力がなさすぎて、うん、所詮やっぱりその適応能力の低い人たちが国司るとこんなことになるのかなって、うん、やっぱなってしまうよね。
なるほど、疑問をすごく感じる、うん、なんかマルタとかって入国的には受け入れてる国が多いから、逆にそういうコロナに関して緩いのかなと思ってきたんですけど、ちょっとそういう不安も含め、うん、実際はものすごい、まあ、徹底含め徹底してるしてますよね。めちゃくちゃ徹底してる、うん、でめちゃくちゃ徹底してるし、本当に例えばタクシー一つ乗るにしても、うん、もうマスクをつけないでタクシーを乗る行為自体はドライバーにも罰金で、乗ってる乗客にも罰金、で道路を歩いててマスクをしてなかったら警察も捕まえるっていうことを徹底してやってる、うん、だけどお店は11時までは営業していいですよ、うんうん、っていうこともやってるし、経済もしっかり回していきましょう、あのマルタは国として観光客を受け入れしますよ、うん、空港で PCR 検査をするっていうことではなく、やってきてくださいね、うん、で生活はリミットはありますが基本自由に生活してくださいねっていうのを持ってるから、うんうんうん、だから実際感染者も少ないし、うんうん、そうですね、日本だとちょうど、まあ、タクシーに関して言えばやっとあのマスクをしてないお客さんを拒否することができるっていう風にな、そこがさぬるいんだよそもそも、だからどっちって話じゃん、はい、だったら国がね率先してもうコロナは風邪ですと、風邪以上インフルエンザ以下です、感染してももう気にしないでくださいって言えばいいじゃん、うん、だったら、うんうん、死ぬ方もいるかもしれません、でもそれはインフルエンザも同じですと、うんうん、でインフルエンザの時に国はマスクを強要しませんと、でも任意で皆さんマスクしますよねと、なのでその認識でお願いします、うんうんうん、もうすでにコロナは脅威ではないんですと、インフルエンザ以下風邪以上です以上って言うんであれば、うん、いいよ、だからどっちって、うん、散々メディアでコロナコロナって煽り続けた挙句に国を今度は経済回せ店には行けっていうところが、一部分では店の営業やめろっていう、うん、どっち、すごいその意味がわからない、リーダーがしっかりしないと国こけるぞって、うん、そうですよね。でもこの1年でそのコロナの、まあ、世界中でまあ、ほぼ同時でこういう状況になって、で、まあ、国ももちろんなんですけど個人個人もそれに対してどう適応していくかっていうのが求められる時代に急になったじゃないですか、うんうん、経済的にも人生的にも大変な状況になっちゃう人もいれば、逆にそれをチャンスとする人とかもいるし、そういう適応力の違いっていうのは個人レベルの話でいうとどういったものが求められると思いますか。そもそも、うん、今までの社会は一つ の, その新しいテクノロジーの移行とともにその適応力と呼ばれるものを求められていて、うん、でその適応力が訪れるタイミングっていうのは数百年前まではだいたい200年単位もしくは100年単位ってこれちょっと縮まっていったんだよね、うん、はいはい、で、まあ、戦争も含めての、うん、ことを考えるとだいたい50年から60年単位ぐらいの適応力の1回その適応するかしないかぐらい、もしくは自分が子どもの頃に変わるからそこに違和感を感じないまま大人になれるっていうような状況が続いてたんだけれども、うん、僕らのこの今の時代っていうのはテクノロジーの進化が早すぎたことによって、うん、まずテクノロジーの適応うん、そのものがだいたい10年に1回起きてた。ところがこのコロナによってそもそもそのテクノロジーの適用が得意であるはずの日本人が旧テクノロジーに依存しすぎていて、うん、既得権益によって守られている利権にしがみついている人たちがたくさんいるから、はい、それによってテクノロジーの移行をさせないようにしようとする人たちもものすごく増えていて、なるほど、で世界から見ると日本は限りなく適応が遅い国にいつの間にかなってしまっていた、うん、で世界から見ると約10年から20年もう遅れを取っているんじゃないかって呼ばれていた日本が今回のコロナによって全員が適応せざるを得なくなった状況が始まったんだよね、はい、それによって
本来10年かかるであろう、うん、みんなの適用が強制的に適用しなければいけないという状況になったから、うん、世界の遅れから10年ぐらいは取り戻すようになった結果として追いついたそう追いついた、うん、って考えるとこれはコロナがダメだダメだってみんな思ってるかもしれないけどネガティブなことはもちろんあるわけでそれはコロナだからネガティブなことがあるっていうわけではなく病気だからネガティブなことがあるっていうわけではなくどんな適応タイミングっていうかそのトランジションするタイミングっていうのはネガティブなこととポジティブなことは両方存在するわけで、はいはい、で過去のものに慣れてる人たちからすると新しいものに移るときに損失が出てくる人たちと新しい利益を求められる人たちが入れ替わるわけだよね、はい、だから要は利益が確定した人やもうそれで自分の生活が安泰だと思ってる人たちからするとそれはネガティブなことになって、うん、それをチャンスだと捉えてそこでビジネスを作るマネタイズのシステムを作るっていう人たちからするとそれはポジティブなわけだよね、うんうん、つまり何が言いたいかっていうと適応能力を求められるタイミングが過去のペースに比べて今想像以上に速くなってきてるんだよこの1年に凝縮してるんですね。そう、この1年に凝縮されてる。だからその適応そのものを拒んでる人の数が圧倒的に多かったんだよね、うん、ところがやっぱりいつの時代も適応能力が高い人たちはいかにそれをチャンスと捉えて、うん、いかにそれを何かをマネタイズする一つのシステムが作り得る、うん、作ることのできるタイミングだと捉えて動く蹴るかどうかっていうことがまず一つの大きなポイントであったし今僕が思うことっていうのはこの時代においてこの時代っていうのは僕らが存在する今じゃなくてね僕らが生きているとこからまだあと数十年その死ぬであろう期間の間に頭がいい人が生き残るのか強い人が生き残るのかっていう話が出てくると思うんだけども、うんはい、誰が一番生き残るのか誰が一番ビジネスができるのか、うん、成功できるのか成功したことを繰り返せるのか、うん、それは適応能力が高い人間がそれができるよっていう話、うん、なるほど、なるほど、結論で言うとね、うんうん、その適応能力が低いと今この瞬間に成功しても次の適応を求められたタイミングで、うん、今度はアンチに回る側になる、うんうん、もうその適応を求められるそのスパンっていうのがどんどん短くなって今はじゃあ10年単位、まあ、今年に関しては1年でっていうところで一度の成功では上がれないってことですよ ね、 そうだね、その繰り返せないと、そうだ、ね、今まではさ一つの成功で10年持ったんだよ、うん、それが10年持たなくなってきてるんだよ、はい、そう考えるとクリエイティブのスピードも求められるし、うん、もっと言うとあぐらかいてたら死ぬぞって、うんうん、って話なんだよね。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.